空中を自由自在に動くドローン。南海トラフなどの大災害が起きたときに、被災状況の確認や行方不明者の捜索に活用するため、昨日黒潮町で試験飛行が行われました。上空から町の中心部を撮影したり、ドローンに搭載された赤外線カメラで人を認識できるかなどを確認。ドローンの映像はリアルタイムで見られるため、災害発生時に町の職員や消防隊が情報を共有でき、迅速な救助活動につなげられると期待されています。黒潮町では来年度も試験飛行を行う予定です。